ねえゆめちゃん、春に出るダカーポ2のファンディスクの話聞いた？なんでも私と弟くんのラブラブなシーンがいっぱいなんだって。新婚生活がどうとかって。キャッ、ちょっと恥ずかしいな。いや、私だって負けてませんよ。私だって兄さんとすごくラブラブなんだから。兄さんの卒業の日に私たちは教室で、ん？教室でどうしたの？なんでもないよ。言えない。教室でエッチしちゃったなんて、ゆめちゃんに言えない。うん、変なゆめちゃん。それよりもほらお姉ちゃん、ちゃんとファンディスクの紹介をしないと。そうだね。私のエプロン姿やゆめちゃんと弟くんのちょっとエッチな卒業式ほか、白川先輩やココ先輩、雪村先輩、天笠さんの本編のその後を描いたエッチでラブラブな日常が満載のアフターストーリー集、その名もアフターストーリーズに、サスペンスにヒーローアクション、果ては猫耳まで、さまざまなジャンルのお話がてんこ盛りな風見学園演劇部卒業公演。そして体育祭や卒業パーティーを舞台に熱くておバカなドタバタバトルを展開するお話を2本収録したアルティメットプレストーリーズなど、盛りだくさんの内容でお送りするダカーポ2ファンディスク、ダカーポ2スプリングセレブレーション、2007年4月27日発売予定です。早く弟くんに会いたいな。今年の春も一緒に過ごそうね、兄さん。空の下